5時55分から放送中。声優パーク建設計画 VR 部からこちらの企画開始します。どんな芸人さんが今回やってくれてるのか、はい、ご紹介しましょう。この方たちです。またキャラ濃いですね。濃いですね。ちょいちょいちょい、かなり渋滞してますよね、やりたいことが。だって普通は、ね、外国の方に、はい、アテレコして、はい、で日本語が流れるんですよね。そうですね、はい、で今回は外国人っぽい日本の方にアテレコして日本語が流れるんですよね。そうですね。これだけ見た人、これ何やりたいんだと思っちゃいます。さあ、じゃあ早速ですけど、平川、まずはオーランドブルームの吹き替え声優も務める平川大輔さん。いろいろ無茶ぶりしちゃってすいません、お願いします。演じていただくのは摩天楼アントニーさんが足つぼマットに挑戦するシーン。まずはアントニーさんの実際の声をお聞きください。いけるいけるいける、やめろこれ、ハグがハグこれはやばいやばいやばい。これを平川さんが吹き替えると一体どんなリアクション動画に仕上がるのか。なっかなっか、ここから見たらむちゃくちゃ長いよ。でも頑張れ、いけ、一歩一歩あー違う、待って、いけいけ、ダメだこれこれはやばい、これちょっと待って、無理だ、これ無理だって俺の番か、俺の出番が来たか。やるからな、俺はやると決めたらやる男だからな。行くぞ、いいぞ、 CM をまたげ、とんでもないことになるから。この CM をまたいで、その後視聴率がググッと上がるから見とけ。全くこともないと思います、多分。行きましょう。あとダメだ、全然ダメだ、やっぱやっぱ全然ダメだ、ダメだ、撤収してこれおー面白い。いや、やっぱアントニーすごいっすね、視聴率上がりましたわ上がりましたわ。これこんな感じで芸人さんのリアクション動画に声優さんがさらなる迫力をつけるよ。大事なことなのでもう一回説明しました。これはやばい。続いてデニス上野さんが鼻フックをするシーンを千本木さやかさんが吹き替え。用意したのは水の入ったペットボトルをカゴに入れると徐々に鼻に負荷がかかる装置。これ日本です。ちなみに実際の上野さんのリアクションは、重いって、ちょっと待って、お前乗ってる乗ってる、俺なんで無理や、俺もう無理やなちょっと取れたら誰も笑われへんよ。外国人顔なのに関西弁とキャラがいくつか乗ってますが、さらに女性の可愛らしい声がプラス。さあ大渋滞だ、どうなるのか。でも一気にいっちゃう。いやいや無理無理無理、本当に俺無理なのよ一回も撮れたことあるんですよ。ないでしょとりあえず16本っていう、みんな16本今まで行ってるからやっぱさ、だからもうみんなとか関係ないやん別に島国の考えだ、本当にかわいそうだでもやっぱ人よりも鼻高いな、見たことない。そうそう、多分これ日本製やわ。違う違うって違うわ、全部俺が悪みたいになってる。悪くないじゃん、日本製やのよこれが。そんなのないから。違う、重いって、ちょっと待って、お前乗ってる俺これ無理や、俺もう無理やのここしか引っかかってないのよ皆さん、こうやって鼻フックなんですよ、俺ここなのよ、だからちぎれるようになってるのよ、取れたら誰も笑われへんよほらこれな、この状況なでも
すいませんすいません、ダメだ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 、ちゃうちゃう、ほんまにもう無理だって。ギブアップね。無理。あー面白い。ちょっとやっぱ可愛く見えちゃいましたね。可愛かった。最初やっぱ僕らも脳一回こんがらがるんですけど、チューニングしたらちゃんと見れるようになる。チューニングしたら見れるようになるんですね。なります、なります。さあどんどんいきますよ。お次も千本木さん。吹き替えるのはデニス上野さんが低周波ビリビリを受けながら小豆を別のお皿に移すシーン。ご用意した低周波マシンは電流レベルを10段階に設定可能。アントニーさんが操作します。まあ、でも低周波なんてもうどんだけやってるか分かんないから。一応こういう見た目なんですが、箸の持ち方は完璧です。低周波見られたいのに箸しっかり持ってないなって思われたくないんで最初に。じゃあそれではいきます。はい、流していきます。はい、まず1、来てる。いや、小豆に集中して気づいてない。4、全然余裕だね。お、どうした？どうした？ちょっと待って、ちょっと待って。だ、これ8ですね。で、7。だ、違う違う、ストップストップストップ。今12やろ。あ、勘違いだと思った。本当に7。なんかタイミングの合わせ方とか今ちょっと見てたんですけど、もうモニターと台本パッパッパッって早いスイッチして、ここやった時にバシンって合わせるからすごいなと思って見てました。ありがとうございます。難しかったです。でもすごく貴重な経験になりました。ありがとうございます。ということでラストを飾るのは平川大輔さん。吹き替えるのはアントニーさんが低周波ビリビリを受けながら水を飲むシーン。いきます。あ、ゆきおさん徐々にね。はい、2です。本当に徐々にやって。はい、3、4。あー、来たね来たね。あ、お前10やってるやん。8、掴める。あ、掴める。で、持って。痛い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 。あー、10来たね10来たね。お前無理だ。あかあかあか力が入っちゃった。無理なんだよ、力が入っちゃった。あれの水の入れ方ある。飲んで飲んで。やばいってこれ。頑張れ、あんたね。飲んで。ちょっと待って、あ、勘弁してね、勘弁してね。いや、面白い。いや、どうでしたお二人。いや、すごい。俺もアントニーの声がもうそのまま入ってきました、なんか。確かに。じゃあアントニーさんも専属でよろしくお願いします。はい。